25年以上やってるんですか。やってます。すっごすぎる。売り上げは大体変わらずに。おお。この業界マーケットってのはどうなっていくのか、どうやったら生き延びていけるのか。株式会社マスターズで一緒に働く仲間を募集しております。20代30代で徹底的にキャリアアップしたい、独立してお金を稼ぎたい、そんな熱い方をお待ちしております。概要欄よりぜひともお申し込みください。じゃあ先ほどはまず店舗の見学と倉庫の見学させていただいてありがとうございました。 ありがとうございます。めちゃくちゃ面白かったです。ブランド家具何百万のがいっぱいあるわ。僕もそうですし、一般の視聴者なんてほぼ見ないですよ。世の中的にブランド家具っていうものを認知してる人少ない気がします。本物は金持ちしか基本は所有しないものなの。わかりました。そうですね。僕は18の時のバルーンハローでさっき言ったらしいなと、はい、そのショールームみたいな。その時の出会いからこうブランド家具の事業憧れですね。ほう、事業を始めてらその後ですよ。あ、その後ですか。ちなみにそもそも学生時代とかどういったことをされていて、そのみたいな、そこら辺の基本的にはデザイン系も好きでしたし、はい、高校は普通に卒業されてるんですよ。そうですね、基本的に卒業して、名古屋ですね。今度は完全に地元とおっしゃってました、ね、もうそこだけ大学行ってあ、大学は行ってないんですね。で、そこから就職は1年間車屋さんに働いて、車屋さんで働いてます、ね、でそこからもう自分で授業やってる。そうなんです。輸入を覚えて19ですね。早いっすよ、僕より全然早いです。今でこそインターネットで車をこうね、はい、見たりするんですけど、昔は雑誌だったんですよ、はい、しかも月1回の、はい、だから車屋さんがあんまりない時代。それはなんでそもそも車屋さんをで授業やろうと思ったんですか。最初の19の好きだからですよね、基本的に。はあ、興味があったものが仕事にビジネスになってしまったっていうことですよ。10年間やってましたね。あ、じゃあ29まで車屋だったの。29ぐらいまで。その間に興味があることをこうやってたんですよ。だから、うん、この仕事を。じゃあちょっと副業みたいな感じで。そうです、そうです。やってたらこんな話になっちゃった。どういうふうなそのやり方でやってたんですか、当時は。当時はやっぱりインターネットが走りですよ、ね、はい。仕入れはどうしてたんですか。仕入れはね、はい、おかげさまでいろんな今のところですね、うん、仕入れ元、うん、さんの方から、今の仕入れ元っていうと某有名ハウジングメーカーメーカーですよね。メーカーさんと、じゃあその車屋時代にもうすでにメーカーさんとのお付き合いみたいな。 ありましたね。あ、そうなんですか。そういうところってどうやってつながるんですか。そこね、今考えると不思議なんだなと思って、うん、どうやったっていうよりは趣味を極めていったら自然とビジネスになっちゃった。へえー、すごい。で、じゃあ29からはもう車屋辞めちゃったんですか。まあやってましたよ。あ、やってたんです。やってたんですけど、はい、まあ並行して、まあ、こっちの業界とか2つやってたんですよね、はいはい、ほう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 。で、こっちの方にシフトを徐々にしてったんですか。はい、ちゃった。で、もうインターネットの時代になって、はいはい、宣伝広告お金かかる、はい、で辞めちゃいましたね。移行しちゃいました。で、29からこのブランド家具の買い取り、あの販売のビジネスをやって、今おいくつなんですか。56、もう来月55。25年以上やってるんですね。やってます。すっごすぎる。普通25年一つのもの愛せないですよ。ちなみに、今の経営プロジェクトの、事業内容っていうのはもうブランド家具の買い取り販売だけです。買い取り販売だけです。はあ、じゃあその実際仕入れとか販売とかの話もちょっと教えてほしいんですけど、はい、まず集客ってどうやってるんですか。集客はですね、基本的にはあのインターネットセルノという高級家具買い取り、はい、もう一つは家具シアという高級家具買い取りですね、うん、その2本立てでインターネット集客。インターネット集客です。はあ、けど結構小西さん、あのネットワークもあると思うんで、はい、まあ、ネット集客もまあまあやってると思うんですけど、仕入れの割合的に言うとインターネット集客っていうのは多分ほとんどが B2C B2C ですね、まあ、だと思うんですけど、はい、ざっくりとじゃあ100件仕入れる中で B2B と B2C の割合ってますどれぐらいですか。 B2C が 30%、 30% B2B が 50% ぐらい。 50% ぐらい。 B2C のネット集客がじゃあ 30% で、あとはメーカーさん経由が 30% ぐらい、残り 40-50% ぐらいがうちみたいな業者、そうですね、個物業者系の、うん、の付き合いがある付き合いがの大口ですね。そこは集客して、実際に買い取りはほとんど LINE で工事さんが全部やる。電話かLINEですよ。こうですね、めちゃくちゃデス早いですもんね。それを売りにしてます、ね、ですよね。しかももう現場でやいろいろアドバイスとかもくれたりとかするんで、めっちゃやりやすいです。これは僕の、まあ、強みと言っていいか、他の業者とちょっと違いですよね、はい、即答で電話でのサポートとかガンガンしてくれるし、交渉とかも結構柔軟にやってくれるじゃないですか。これじゃないともう買えないっすみたいな。ちなみにちょっと話戻るんですけど、はい、集客は B2B と B2C とで、まあ、メーカー3割、B2C のネット3割、4割ぐらいがまあ、うちみたいな個別業者みたいな話で、はい、まあ、買い取りは小西さんがやってると。
販売はどうしてるんですか？販売はですね、高級品は楽天で販売、はい、もう一つはすぐ流すためにはヤフオク。ヤフオク、この2つ2つだけで。あ、そうなんですか。顧客リストみたいなのがあって、そういうのはないんですか？そうですね、今までのこう家庭でお客さんが引っ越すからとかっていう話でまとめて買ってるっていう感じです、ね、じゃあ、売り上げで言うと、その楽天とヤフオクとリピーターみたいなところで言うとどれぐらいですか？基本的には楽天の販売が50、ヤフオク35で、リピーターゼロ。リピーターゼロ、だいたいこのライン。なるほど、はい、最高の回転率どれぐらいなの？最長で1年。短いとどれぐらいですか？短いと本当すぐです。そこで3ヶ月に回転ぐらいしてるんじゃないですか？そこはね、僕も考えたことないです。はあ、そこはもうなんか、どんぶりなんで、どんぶりなんですね。でも入ってくるのは分かりますね。はいはいはい。まあけどそれでね、買ってるものと出てるものがうまく回ってるんで、在庫もこうぐるぐる、そうですね、溜まりすぎずみたいな。めちゃくちゃなくなっちゃうときとかもあるんですか？ありますよ。タイミングありますよ。あ、そうガラガラだなっていうときもあります。けど僕たちガラガラではちょっと不安なんですよ。あ、ですよね。もう入らないっていうぐらいやっぱり抱えたいものですから、はい、何もないコンビニと一緒じゃないですか、はい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 、ガラガラのコンビニ誰が行きますかっていう、あっちに行けばあるんだって、ここ大事ですね。ちなみにちょっと言えなかったら大丈夫なんですけど、ね、売り上げとか利益率とかって、売り上げは大体変わらずに1億5000万から2億。ほう、なるほど。ちょっとその5000万開きはちょっとあるんですけど、はい、利益率はどうなんですか？利益率もどうなんですかね。税理士さん見てないんですか？見てないんですか？一応決算書とか見てますよ。決算書見てます。はい、分かるんですけど、僕も見方が正直分からないんです。そうなんですか？そんなことあります？売上より仕入れの状況が一番不安なんです。ものがあれば、なるほど。売上は気にしてないんですよ。え、なんか郡さんが言うと本当にそうな気もしてきて。本当にそうなんですよ。ただ赤字がないって言ってるから、ずっと。はい。一応利益は出てるんだけど、どれが出てるかよく分かってないんです。分からってないんです。あんまり把握がしてないって言ったら、ダメなんです。あと、うちは無借金経営なんです。あ、そうなんですか。すべて建物でも借金はないです。へぇー。すべて自分の持ち。めちゃくちゃ健全ですね。ちなみに、赤字になった時もありますよね。ないです。25年経営して。25年一度もないです。すごっ。いや、けどそれがだからハマってるってことですね。要するに決算書見てるより、在庫の方を見てったら、必然的に赤字がなかったって話ですもんね。まあ、月の売り上げを見ていけば大体わかりますもんね。けど、あんまり詳しいこともダメな。なんかけど、小井さんらしくていいっすね。事業に関して、はい、さっきもちょろっと話したされたと思うんですけど、なんかこの事業を始めたきっかけみたいなところの原点から、そのなんかそこら辺の始めた原点はですね、うん、僕が車の免許を取って、はい、名古屋で有名な 100m 道路ってあるんですね。 100m 道路、そこにですね、バルウェイハローネさんって、ね、家具の高級品が展示してあるビルがあったんですね、はいはい、そこの1階にカッシーナ RX B&B が入ってたんですよ。カッシーナのデザインを承継しました。そうなんですか。それからそこにですね、実はバング&オルフセン、はいはいはい、オルフセン、はい、こちらの初期のベオサウンドですね、古いモデル、オーディオですね、オーディオです、はい、あれ見て僕倒れました。もういつか値段もそうなんですけど、いつか買うと、はい、もうここですよ、スタートは。僕忘れられない。今まで逆にそれ来たことあるものとかあります？車とかバイクとか何でもいいんです。ビビッときたのはもうバイクですよね。あ、で、人生でビビッときたのは2回あって、1つはバイクで、1つこの今やってるブランド家具。ブランド家具。カシナ。その時になんか、今の運命が決まってたの？決まってたっていうか、いまだにこの光景覚えてます。B&B の置いてあったソファーのこう頭に入ってます。あら、その時に、聖子ちゃんが使ってるソファーで。あ、松田担当の、ね。はぁ。教えていただいて。はい。それからカシナのマラルンガソファー。はい。ちなみに僕らのきっかけはマラルンガソファー。ああ、そうか、そうです、ね、マラルンガを僕が今誰もが知っている超有名俳優と女優が結婚するときに家を撤去するっていうのでマラルンガソファー出てきたんですよ。僕が買ってそれをちょっと売ろうと思ってヤフオク出しててみたいなとこから問い合わせがあっての付き合いなんですよ。なんでこれも運命かもしれないです。関社長のご親戚の方が、はい、カシャモコ、はい、そうです。僕あんま公表してないですけど、祖父がカシャモコっていう家具の木田高山の、はい、
ね、家具をやってる人はある程度知ってます、ね、知ってますね。うちのおじいちゃんお父さんはですね、はい、木工機械の製造販売、はいはいはい、あとプランニングですよね、はい、してまして、鹿島さんに多分入れてたと思います。祖父同士がつながってるみたいな。多分境間にも視点がありましたので。あ、そうですか、はい、全然まく祖父同士がつながるみたいなものも、これまた珍しいですよね。ちなみにこの授業を始めた時から最初から順調だったんですか？おかげさまで順調だったんです。あ、そうなんですか。当時インターネットでも走りですからね。はあ、嘘みたいな金額で売れた。けどその当時にインターネットで売ろうっていう発想があったのがすごいですよね。ちなみに小森さんがこの授業やって失敗した経験とかあるんですか？失敗したことは大きな失敗おかげさまでないんですよ。たまにガラスのテーブル割っちゃった。あ、まあそういう大きい失敗じゃなくてもこれ一番やっちゃったなって一番こう心苦しかった経験ないんです。え、ないっすか。すごいっすね。それも最高の赤字額いくらですか？1品だけで言っても10万円とか。あ、まあ、そうですか。知れてます。その何百万も損したことないです。え、逆にな、1品で一番利益出た、うん、これ言っちゃっていいんですか？はい、50万とか200万とか。ああ、1品で1品で、はあ、じゃあ逆に1案件だってどれぐらいですか？案件ですと300。あー、すごいっすね。200万出た商品ってのはどんな？まあ某有名芸能人の方もいますし。物は何ですか？物は全てカシーナス。カシーナスね、やっぱカシーナス。ちなみにブランド家具って俗に言うブランド家具と普通の家具っていうもの、まず視聴者この言葉の定義みたいなものも分かってないと思うんで、ブランド家具っていうのはどういうものをブランド家具っていうのにこう定義すればいいんですか？ブランド家具っていうのはですね、うん、まあ僕たちの用語でいくと、うん、ABC ですね。A がアルテックス、 B が B&B、はい、C がカッシーナ、はい、この3社です。いわゆるメジャーなメーカーっていうのは、はい、これがブランド品ですよ、うん、一般家具で高級なのはどこら辺ですか？高級家具はですね、金額です、価格帯、うんうんうん、例えばソファーでいうと30万がまでのものがいわゆる一般家具、うん、30万まで一般家具、一般家具です。でも高額品っていうのは100万から。それはブランドではなくて、ブランドではなくて、100万いってブランドじゃないですか？ブランドじゃないともありますよ。で、一般家具は30万未満まで、で高級家具っていうのは100万以上。100万以上です。じゃあ30から100はな、何どういうふうな中途半端、中途半端です。中途半端高級家具、はい。小森さんの中でここはブランドに入れてもいいか、まあ、ちょっとこう一般メーカーかなみたいな、そのギリギリのところってどこら辺ですか？メーカー名でいう針木さんが使ってるドマーニシリーズが高級ライン、はい、針木さんでも低価格帯から高級ブランドまであるじゃないですか、はい、真ん中レベルです。ここは一般家具なので、はい、針木がちょうどその境にいるってことですね。針木さんでも下から上の価格、真ん中までのものがいわゆる一般家具、なるほど。それ以上は高級ラインです。なるほど。針木さんも分けてます、はあはあ、高級ラインという人。なるほど、はい、じゃあブランド家具業界の中でいうと売上構成比みたいなものってメーカーごとに分けるとどうなるんですか？そこはね、ちょっと分かんないんですよ。あ、そうですか。逆にセルノさんはどれぐらいですか？うちはカッシーナが 40%。 40% ですね。アルフレックスが 30%。 30% で、まあその他みたいなの で、 そうです、ね、30% ぐらい。 30% ぐらい。じゃあもうカッシーナ、アルフレックス、アルフレックスか、まあ、ここは2大巨頭的なのは3大巨頭ですね。3大巨頭 ABC ですね。 ABC ですね。あとあのブランド家具買う人ってどんな人が多いですか？弊社ですと、はい、歯医者さん。歯医者さん多いんです。あ、医者が多い。歯医者さん多いんです。年齢層とか 何歳ぐらい？若い人はさすがに買わないでしょ。もう本当に、いや30から60ぐらいまで。あ、そうですか、はい、医者以外多いのってどういう方ですか？会社の社長ですね。はい、社長です。社長、医者とか社長とかやっぱ金持ってるじゃないですか。なんでわざわざ中古買うんですか？さすがやっぱ新品だとはいえ高すぎる。そうですね、多少削っていってても食べてない、まあ、どうせ使うからみたいな。やっぱりその中古ってコスパいいですからね、最悪売ればみたいな。そうです。新品で250万で買えるものがうちでしたら半年以下で買える、うん、ですよね、はい、で最悪売ってもそこまでの損失がない。損失がないですよね、うん、使い方にもよりますけど、うん、じゃあやっぱり売った人から買い取りで来ることも結構あるんですか？あります、あります。ああ、やっぱあるんですか？多いですよ。まあ、1回客ついたらこういうのはなかなか多そうですよね。オークションで買われる方もいますけど、うんうん、失敗したっていう話も結構、まあ、そうですよ ね、 多いですよね。裏の傷写してないとかいっぱいありますからね。あります、あります、あります。ただ学ぶのがソファーですと社外の張り替え品が多いですね。なるほど。古いものじゃあ正規品じゃなくなっちゃってるみたいな。ブランド品って偽物とかはあるんですか？偽物はないです。ただリプロダクトってこう説明するとちょっと難しいので、はい、案件が切れたものちょっと難しいです、うんうん、案件が切れて、まあ、誰でも作れるようになった。そうです。ただ本物はカッシーナの刻印が入ってます、うん、
あとは、ポンさん、個人的なところもちょっと、はい、ぜひ教えてほしいんですけど、はい、基本普段の業務ってどんなことをしてるんですか？僕はですね、はい、朝起きて、はい、喫茶店行って、はい、11ぐらいから会社に来て、はい、まあ、見積もりの金額を見たり、はい、LINE を。LINE を見たり。はい、こういうのを買ってくださいとバックで来るんですよね。あ、来るんですよね。バックで来るんですよ。あとメールも来ます。ファックスで。それを見て、はい、金額でいつもなってないやつ。うん、それからまあここで作業してますね、うん、作業っていうのは具体的なんや、まあ、磨いたりです、ね、あ、磨いたりもやってるんですか？簡単な補修もします、はいはい、掃除もします。あ、じゃあ全然一緒になってそのスタッフさんと一緒に動いてるんですか？お、しますよ。じゃあ基本はもう最低は最優先にやりつつ空き時間をそうやって磨いたりとか、あ、暇があればします、ね、へえ、まあ、あと基本的には電話が多いですね。電話1日35分から40本。え、そんなに対応してるんですか？それだけでももう普通に4時間とか潰しちゃいますよね。1回の電話で仮に10分で30分。10分、まあ5分で終わってもらって、まあ、時間で言ったらどうなんですかね。まあ。とにかく電話が多いんですよね、なぜか。まあ、中にはクレームの電話もありますけど。ちなみに今、そのブランド株以外に事業としてやりたいことって何かあるんですか？年内11月までにですね、ちょっと土地を手に入れて、うん、そこにちょっとこれから今、小焼き屋さんの。なるほど。たこ焼き屋さんの横にたこ焼きなんです。このたこ焼き屋さんが流行ってるんですよ。その横のにたこ焼きを出す。ほう、はい、けどラーメンとかであれば並んで食べれないから横に作ってそこからこうみたいなのあるかもしれないです。あるんですけど、はい、持ち帰り専門なんです。そこはそこ中で食いたい人のそう取るみたいな。そうですね。ああ、なるほど。で、うちはそこの食べれる区画をちょっと設けるんですけど、今ちょうどデザインから依頼してますね。いつオープン予定ですか？11月間に合えば。11月。はい。なんていう店舗名で？まだ未定です。まだ未定です。まあ、味をちょっといろいろ研究して、いろいろと研究して、はい、じゃあちょっとぜひ視聴者の方も、あの名古屋住んでる方は中川区の高焼き屋さん、こうじさんがオープンするんで、ぜひよろしくお願いします。はい。ちょっと最後ちょっと未来的な話もして終わりたいなと思うんですけど、はい、リース業界、買取業務、今後の予測じゃないですけど、ずっと25年中古業界にいらっしゃって業界の隅々のことを全部知ってると思うんですけど、この業界マーケットってのはどうなっていくのか、どうやったら生き延びていけるのか。僕のやり方としては、はい、専門店ですね、はい、例えば万年筆の専門店であったり、うん、ブランドの専門店であったり、うん、こういった感じで高校生学校になっていくんじゃないかとは思ってますけど、うん、まあ、ここはまあ自分は専門店だから、うん、僕はこのまま続けていくっていう感じですけど、うん、この全体的で見るとやっぱり大手、うん、例えば上場企業で、うん、トレジャーファクトリーさん、うん、そこが強いんじゃないかなと。だからまあ大手がまあ二分化していくじゃないですけど、はい、だけどんどん確かに小さいリサイクル店とか減っちゃいましたからね、昔と比べて。まあ、だけど小堀さんみたいに本当に好きを追求できれば負けないっすね。まあ僕はもうずっとそれ専門店です。そうですよね。例えば車の時も専門店ですからね。やっぱその大手がやるサービスと好きを追求してやるのとやっぱこう違いますよね。質が、査定一つ、コミュニケーション一つ、知識量一つ。僕は逆に言うと結構どっちかっていうとビジネスビジネスしてるんで、僕は金を儲けられるかどうかみたいなそういう発想の中でやってるんで、結構対極的な感じなんですけど、考えは。僕はですね、本当に専門店あそこに行けばあるんだっていうのを目指しておりますね。小堀さんのちなみに今後の展望的なものって、将来的に K プロジェクト自体はどうしていきたいですか？ K プロジェクト自体はですね、まあ、来年ベースとして、はい、まずフランチャイズです。まず福岡にから募集して関西に行きます。名古屋はまた家庭でやってますけど、今後最後は東京方面に進出したいと思ってますけど、ここはですね、やっぱりいろんな業者がこう締めていますので、ここを今対策というか考えて準備中ですね。やっぱりこういろんな業者さんと仲良くしないとやっぱりこの業界ちょっと苦しいかなと思ってますので、うん、ぜひ一度も仲良くしてほしいです。はい、社長がフランチャイズとして今何店舗ぐらい、はい、今は、まあ、直営含めて25。すごいですね。いやいやいや、なんか僕はそこまでちょっと年だからできないんですけど、まあ、3店舗を目指して来年頑張ります。はい、一般募集はちょっとしないみたいなので、 FC 募集の方は問い合わせとかはあんまり来てもって、そうですね、人間関係でも堀さんはネットワークあるんで、東京はぜひちょっとあの後回しですね。ちょっとやっぱりどうしても競合店が多いですので、はい、多いっていうことは利益も減るってこと、ね、まあそうっすよね、はい、本当そうですよね。顕著に現れますよね、はい、本当中古業界もこれから都心部でビジネスしちゃダメな気がします。僕はそう思ってますよね、はい、僕もそう思います。ただ僕ももう本当に年でね、社長若いからあれなんだけどまあなんとかなんとかって感じですね。だけど本当にこういうその小堀さんとか、まあ、他にもやっぱりこう業界の重鎮というか、そういう人たちにもうめちゃくちゃ僕支えられてるんで、ぶっちゃけこの表に立ってるだけで皆さんは知らないかもしれない、裏側に小堀さんだったりとか、まあ、それこそ本当に業界何十年やってきてる人が助けてくれてて、だ
からまあ僕がとりあえずどうにかなってるっていう。今後とも。あ、いや本当にあのめちゃくちゃお世話になってるんで。ちなみになんか最後にあのちょっとした宣伝とかもせっかくご協力いただいたんで何かあればちょっとぜひしていただいてこの動画締めたいなと思うんですけど、カッシーナといえば、はい、セルの、はい、よろしくお願いします、はい、もう一つカッシーナ買い取りであればカグシアですね、カグシアですね、カグシア、どちらも同じ会社がやってるんですけど、はい、よろしくお願いします。はい、ブランド家具の買い取り査定っていうのもちょっとコリさんと一緒にこの前話したオープンチャットでの査定っていうのも、はい、あのちょっとスタートさせていただければと思ってまして、はい、ぜひ僕の方が、はい、協力させていただきますので、はい、一応関右衛門の買い取り査定窓口ブランド家具は小売さんがやっていただけるということで、まあ、ちょっと概要欄にブランド家具査定用の公式のオープンチャットっていうのを用意してますので、ブランド家具の買い取りとか興味あればそこで相談していただければ。関右衛門さん一応裏側は小売さんがやっていただける。はい、あんまり僕もあのこう YouTube とか出るの恥ずかしいんですけど、いや本当に初っすね、初です。普段出てこない大物の方なんでこれめちゃくちゃ希少っす。そんな感じですね。今日は本当に、はい、あのいろんな話とそこ見学、店舗見学させていただいてありがとうございました。ありがとうございます。ぜひあのブランド家具とか興味ある方はあの概要欄に貼ってある査定、オープンチャットの方をさせていただければと思いますので、本日もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。